日本人は昔から数学が嫌いなのか。数学が嫌いな人は少なくありません。実は今から1000年ほど昔、平安時代にも数学が嫌いな人たちがいました。この動画を見れば日本における数学の歴史が感じられます。数学嫌いが生まれる仕組みを知りたいならぜひ見てください。数の日本史、我々は数とどう付き合ってきたか、これが今回紹介する本です。まず興味深いのが、数学と日本史全体がテーマになっていること。江戸時代の和算、算学だけではありません。古代における漢数字の伝来から平安時代の数の文化、さらには明治時代の洋学の受け入れから戦後から現代の教育まで、読みやすい通史でありながら300ページ程度にまとまっています。著者は1929年生まれ、物理学が専門です。前書きが厚いので引用します。数の知識は古来より人間社会において極めて普遍的なものであり、文化文明の欠かせぬ尺度と位置づけられるにもかかわらず、この視点から日本史を痛感した本は少ない。いわゆる歴史家は数学に興味を持たない人が多く、科学史家はそれぞれの専門を守っている、理系に身を置いてはいるが、数学や歴史学に素人の筆者が本書を書くに至ったのは、こんな事情であまり知られていない数の日本史に現代人に強く訴えるものがあると感じたからである。昔のことを知って何になるのだろう。僕が歴史教育でよく思うことです。この本はちゃんと現代まで数学と日本のテーマをつなげてくれます。今回注目したいテーマは数学嫌いの歴史です。著者は、日本人は算術上手の算術嫌いだと言います。得意なのに嫌い、矛盾しているようですが実感には合いますね。僕は能力は十分だから前向きに捉える人が増えればいいなと思っています。なぜ数学が嫌いになるのでしょうか。様々な理由が考えられます。一つには画一的な教育の問題。面白いと思ったのが学習指導要領の話。本来それは文部科学省が出している基準に過ぎません。しかし行政指導によって現場への押し付けが働いている。学習指導要領が教育の実質的な上限である。と、つまり要領を超えた内容を教えてはいけない。この状況は学習禁止要領と形容されています。学校で習っていないことを使ってはいけない。僕自身は経験していませんが、ネットでよく目にします。例えば小学生の名字が難しい漢字だと、たとえ正しく書けても使ってはいけないと言われてしまう。他の例として本書では四捨五入が挙げられています。授業参観で生徒が5の繰り上げをするのは不公平な感じがすると言いました。しかし教師はこれを切り捨てます。そういう約束だと決まっている。そんな質問をしているといい学校に行けなくなりますよ。という、およその計算には様々なやり方があります。例えば切り捨てだって普通です。集団授業のためかもしれませんが、実に悲しいことです。小学校の時点でいい学校に行けない、塾講師が言うならともかく先生がそういうのは驚きです。数学とは先生の言う通りに学ぶことなのでしょうか。このような教育は当たり前ではありませんでした。著者は戦前昭和の教科書を見習うべきだと言います。これは小学算術緑表紙と呼ばれるものです。例えば教師用の本の演習率の説明は優れています。現代語訳して引用します。以上のことは実際に物差しで測ってわかるものではなく、中心から完全に等距離にある円を考え、それについて難しい計算によったものであって、実際書いた円や円形に作ったものにはこのような正確な円はありえないし、また物差しでもどこまでも正確に測ることはできないものであることもある程度理解せしめるがよい。それで実際には円周率を 3.14 とすれば十分であることを教える。円周率の数値を最初から覚えさせるのではありません。円周率とはどういうものか実測して体験しつつ、到達できないものとして説明する。目当て公式を覚えろというスタイルではないのがよい。1935年の本ですが、現代で十分に通じる内容です。著者の主張には賛同できない部分もあります。学習指導要領を出すのであれば緑表紙のようにきっちり書くべきという、そもそも
要領と教科書、教師用の指導書は別物です。それに、要領を詳しく書いても問題は変わりません。要領そのものがパワーを持つ構造が同じままです。むしろ、例えば学習禁止要領としての運用が問題です。直接的には、教員候補、教育者への教育の問題でしょう。間接的には、行政と学校の、トップダウンの権力構造の問題。良識ある先生がいても、権威に立ち向かうのは難しい。この話題に限らず、歴史的事実を超えた教育の話は、より客観的な議論が必要な、賛否両論の内容だと思います。とはいえ、緑表紙が良い本であるのは同意です。その編集をしたのは、岡山県出身の塩野直道。児童の数理思想を開発し、日常生活を数理的に正しく指導すること、それを算術教育の目的としました。習った通りを離れた数学の学び方が、昭和、戦前と比べると感じられます。なぜ数学が嫌いになるのか。一つには、画一的な教育がある。歴史を知る著者は、根はもっと深いと言います。現代の数学嫌いは、平安時代を思い出すと、漢字や英語がそうであるように、日本で学ぶ内容は、海外由来のものが多いです。近代で言えば、明治時代には大転換が起こりました。和算が主流であった時代から、明治維新が起こり、一気に西洋の数学を受け入れていった。現在学校で学ぶ数学の多くは、この時代に取り入れたものです。電車や車、家電やコンピュータ、これらは明治以降の数学や科学の産物です。明治維新と比べるのは、大化の改新。奈良時代頃には、同じように大転換が起きました。西洋ではなく、大陸、中国から多くを学びます。漢数字、仏教、律令国家のシステム、より官僚的に政治が行われるようになります。例えば、藩田収受の方、国が土地を貸し与えて、税金として米を納めるシステムです。農地を正確に扱うためには、面積、測量が欠かせません。きちんと税を取り立てるためにも、官僚は数の扱いを学んだわけです。財産を家族に分けるために、分数が学ばれました。当時は数学ではなく、算学と呼ばれていました。自分たちがより豊かになるには、高度な学問が必要です。それを学ぶ人が、社会に急激に増えていった。それが明治時代と奈良時代というわけです。ブームにはいつか終わりが来ます。著者は、現代や平安時代は士官期だと言います。奈良で基礎ができて、平安はその名の通りに余裕ができた。ある程度は、学問を身につけられた。だからこそ、別に学ばなくてもいいじゃないか。という流れができる。例えば、源氏物語における、貴族の話。33歳の光源氏は、子供が成人するあたりで大学へ行かせようとします。しかし、祖母は不満でした。家柄が良いから、大学に行かなくても、良い地位は得られるじゃないか。そういうのです。これは数学不要論じゃ、現代にも通じる話です。難しい数学なんて必要ない。大学に行かなくても仕事はできるじゃないかと。これは真っ当な主張で、僕は間違っているとは思いません。でも、学問によって社会が豊かになった。それを忘れてはいけません。明治からの積み重ねの上に、今の社会があること。奈良で先人が学んだおかげで、平安があるのと同じです。彼らが熱心に学ばなければ、今僕たちが使っている文字はなかったでしょう。数学もこれと同じです。数学が嫌いになる人が続出する。数学を嫌いになることができる。学ぶ以外の方法で、豊かな暮らしが手に入る。これは数学で社会が豊かになった証、かもしれません。数学は先生に言われた通りに学ぶものだ。数学嫌いは現代特有のものだ。これをひっくり返してくれる面白い本なので、数の日本史をチェックしてください。概要欄に Amazon へのリンクがあります。